皆さん、こんにちは。こんにちは。セイルチャンネルです。早いですね、もう9月。暑かったな。暑かったですね。もう40度。もうクーラー効かないよ。まあ9月もね、全国的に平年より気温が高くなるのか見たそうですよ。まだまだ暑いですよね。時たまね、ポツポツと真夏日がね、出てくるけども、まあ、あれかな、9月の40度の時よりは全然涼しいね。ちょっとはね。もう30度じゃ涼しく感じるよ。風がちょっと少しね、涼しく感じたりしますよね。はい、9月といえば、社長、何を食べますか？そうだね、9月というとそうだね、お月見とか秋分の日とか、あるいは運動会、敬老会、いろいろあるけどもね、お月見なんかほら、月を見ながら酒をちょっといっぱいキュッとね、こういうのもいいかなと思うし、また重陽の節句、9月9日かな、昔からね、重陽の節句の時には菊酒を飲むというね、ことがあります。まあ、お酒絡みでね、ちょっと考えるといろいろとあります、ね、いっぱいあるな。10月1日ね、何の日だ？あ、日本酒の日。そう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 、ね、この日本酒の日も10月1日あるし、もう結構秋はお酒絡みが多いですね。多いですね、なぜね、この日本酒の日10月1日かというと、昔は夏至の日から酒造りが始まったと言われて、昔ね、旧暦でね、そういったことから、まあ、10月1日から日本酒造りということで日本酒の日になったんじゃないかな。そういうことだったんですね、確かなことはよくわからない、まあ、そんな感じがしますね。はい、そして食欲のね、秋と実りの秋とも言いますよね、秋はね、もう本当この秋はね、お酒に関してはもうつまみがいっぱいあるから ね、 ありますね。もう本当に一年中秋だといいね、楽しいね、季節ですよね、本当。私なんかね、もう新米と聞くだけでもウキウキしちゃって、またそしてサンマ、カツオなんてね、見たり聞いたりするだけでワクワクしちゃいますよ。サンマ大好き、社長大好きですもんね。本当にサンマ好きだな、ね、前なんかね、大体1回にこう2匹ぐらい食べちゃって、食べちゃってね、骨は、残すの骨まで、骨は食べないからね、綿が美味しいからね、もうこれでね、もう本当酒飲むとね、最高ですね、もう最高だな。で、今高くてね、もう本当目の玉が飛び出るぐらい高いよね、サンマ。でもほら、昔社長、目黒のサンマ食べて、そうそうそう、サンマ祭りね、サンマ祭りがあってね、行ったんですもんね、行った。ちょっと時間ずらして行ったらね、もう駅降りた途端にもうホームがもうサンマの匂いだ。サンマの匂いで、もうこれはって期待して行ってみたら、会場行ったらね、もうありません。なかったですか、残念でしたね。もうがっかりだね。匂いだけ嗅いで。そう。で、匂いと酒、まあ、匂いだけ嗅いで、匂いがそのつまみで、もう、飲みちゃう感じで。そう。4杯ぐらい飲んで、帰っちゃう。そんな時もあったですね。先ほどもお話ししましたが、お月見ですね。お月見で、夜なんかね、お酒飲むのも最高ですし、本当にね、いい季節となりましたが、2年前もね、社長とこの清流チャンネルで同じような話を聞いたような気がします。月見の満月をね、杯に浮かべて、飲むと月の味がね、美味しく感じると。で、月の味と酒の味がね、楽しめると。ちょうどね、マッチしていいですよね、まあ、あれから2年経ちましたが、まあ、生活もちょっとそんなに変わっていませんね。そうね、もうコロナでね、もうあれもダメこれもダメ、ね、集まっちゃダメ、歌歌っちゃダメ、肩組んじゃダメ、もう本当手も足も出なかったね、我々ね。もう皆さんと早くね、完売できるよう楽しみにしてますね、なんて言ってましたが、コロナのおかげでこの清流チャンネル、そうですね、立ち上げたからね。そうでした。まあ、別にそんな悪いことばっかりでもなかったね。なかったですね。まあ、こういうふうにね、配信することができてね、ちょっと我々でとってはきっかけになったかもしれないですね。そうそうそう、ストレス解消にはなってるね。ここでね、社長からね、重大発表がね、皆さんあるそうなので、はい、よろしくお願いします。さあ皆さん、この2年半の間工場見学がありませんでした。ですがちょっとね、世の中をちょっと見るとぼちぼちお祭りが復活したりね、あるいは花火大会が復活しているところを見ますと、はい、我々もぼちぼちこう、ね、そろそろ工場見学再開しても大丈夫かな、いいかな、ちょっと恐る恐るですが、開催日を決定いたしました。なんと11月の19日の土曜日、はい、場所は蓮田工場ですね。ここで再開いたします。そして時間は
出雲ながらの1時に受付開始いたしまして、はい、1時半からスタート、はい、で3時半からなし4時頃までという時間の設定となっております。まずはね、開催日をまず設定しようということで設定いたしました。今日はその報告、はい、ということになっております。内容の方はね、まだ内容、金額、予約方法はまだこれからです。また次回の YouTube のこのチャンネルでその都度発表していきたいなと思っております。はい、皆さん早く会いたいですよね。うん、第1回目はあれだね、我々も昔を思い出しながら喋んなくちゃいけないし、お客さんの顔をね、見ることができるということで、第1回目は同窓会的な感じになっちゃうかな。そうかもしれないですね。だから楽しみね。まあそういうことで楽しみにしていく。はい、ところでこれさっき言ったっけ、これなんですが、あのかぼちゃに見えるんだけど、私かぼちゃと思って買ったら、えこれ農家じゃないんだ、本物だ、本物なの、かぼちゃじゃないの、かぼちゃじゃなくて、うん、観賞用のナス、そう、ナスで、名前がソラノムパンプキンっていう、そうなんです、ね、あそうなの、ね、かわいいですよね、あこれ食べれないんだ、観賞用ですって、観賞用なんですって、ええ どこの原産地、原産地どこだろう、あちょっと調べてみないと分かんないって、うんうん、でも可愛いから買ったんだけど、うんうん、ちょっとちょうどほら10月にあのハロウィンあるじゃないですか、あ10月末、うん、末にね、ハロウィンで、それでなんか合わせてちょうどいいかなと思って、えこれくり抜いていいかなと思って、可愛いからね、うん、そうかぼちゃだと思ったら実はナスだったんです。ナスなの、はい、ちょっとね初めて、私も初めて見ました、可愛いですよね、いや本当、あ動画撮ってますか、本物です皆さんからちょっと社長に聞きたいっていう質問があるので、うん、こちら社長にちょっと質問を答えてほしいんですか、はい、いいですか、はい、早く見学したいなっていうのは、はい、11月19日からスタートとなりますので、その時また参加してみてください。おばっちゃんのサービス嬉しいな、ありがとうございます、うん、土日だけですね、土日だけですね、はい、そうだ、埼玉の撮影はどうでしたか、あの飛んで埼玉っていうね、はい、なんかその流れを組んでる人たちがちょっとうちに来て、なんか適当に勝手に騒いで撮影して帰っていっちゃったから、はい、どうなったんだか、はい、竹かすプリンはまたぜひ販売してほしいです。ああそうですね、また工場見学が普通に再開するようになりましたら再開したいなと思ってます。レストランの再開の予定はありますか、これはまあちょっとまだありません。秋の新酒祭りは今年はやる、ちょっとできないですね、あのまずは工場見学からと、竹かす欲しいです、あかすはそうですね、1月になっちゃうかな、うんうん、またそれもじゃ徐々に ね、 そうですね、はい、皆さんにお知らせしていきたいと思います、うん、社長にね皆さん聞きたいことがありましたらぜひこちらの、ね、黒板の方に書いてくださいね、よろしくお願いいたします、はい、今日はですね蓮田の蔵元工場見学ツアーを11月19日土曜日に再開するという内容の、お話でしたが、今から楽しみですね社長、そうだね、本当にさっき言ったようにね、もうちょっとお客さんとまた会えるというのがね、うん、非常に楽しみですね、まあその時はね思わず懐かしくて握手かハグしたくなるけども、それはちょっと我慢できないかな、うん、まあじゃあ、ちょっとね、そうですね、はい、はい、それでは皆さんまた声優チャンネルでお会いしたいと思います、はい、さよなら。